はい、皆さんこんにちは。やるやんチャンネル山田です。原神がですね、バージョン 4.8 にアップデートされて、スピナディロースラの会長ナビアが再復刻しました。いやー、やっときましたね。ナビアは結晶反応でスタックを貯めて、元素スキルで敵に特大ダメージを与える岩元素の両手剣アタッカーキャラになります。今回の動画ではナビアの基本性能、そしておすすめの武器、おすすめの生物、パーティーの運用方法についてご紹介していきたいと思います。バージョン 4.8 までの最新の情報を詰め込んでいますので、ぜひ最後まで見ていってください。チャンネル登録がまだの方は励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、まずは今回の動画の結論がこちらになります。原神キャラトップの基礎攻撃力。結晶反応を主軸として戦う岩元素アタッカー。凸優先度は2凸。おすすめ生物は残響4セットか劇団4セット。おすすめの武器は祭壇。パーティーの運用方法は3種類に分かれる。それではこちらを踏まえて解説していきたいと思います。はい、ということで、まずはステータスを見ていきます。 HP 上限値 12,650、 基礎攻撃力が352、基礎防御力が793、全体的に高めに設定されていますね。中でも攻撃力の値は原神キャラの中で堂々の第1位という、パワーあふれる、夢が詰まっているキャラになっています。多少ね、攻撃力が低い武器を持たせても、この基礎攻撃力の高さがカバーしてくれるので、ある程度の火力が出せますし、もちろんモチーフを所持していれば、それに見合った火力を出してくれます。突破ステータスは会心ダメージということで、武器や生物で会心率をしっかりと盛るビルドをしていく必要があります。では続いて、ナビアの戦闘テンポを見ていきます。まずは、通常攻撃5面遊ばせ。最大4段かなる体験の連続攻撃を行います。この通常攻撃は元素スキルを発動すると固有添付の効果で他の元素によって上書きされない岩元素攻撃へと切り替わります。反突したベネットも一緒に使うことができる上にダメバフが 40% もつくので、岩元素を付着しつつ火力が出せるというとても強力な通常攻撃となっています。少し立ち回りの話になりますが、通常攻撃の3段目はヒット後にキャンセルしても攻撃が残り続けるという性質を持っているため、3段目キャンセルをすると DPS を上げつつ効率よく結晶反応を起こすことができます。火力だけで見ると2段止めキャンセルをする方が火力は上がりますが、結晶反応効率は断然3段目キャンセルの方が上なので、どちらを優先したいかで使い分けるようにしていきましょう。ちなみに3段目と4段目で止めるとナビアの固有の待機モーションに切り替わるので、写真撮影がめちゃくちゃはかどります。はい、ということで通常添付は以上です。続いて元素スキルセレモニアルクリスタルショット。傘に仕込まれた3段銃ロースラ商談をぶっ放して敵に岩元素の大ダメージを与えます。3段銃は距離が離れるごとに広がる仕様になっていて、当たった段数が多いほどダメージが上がっていきますので、できるだけ前段フルヒットさせたいところです。またこの3段銃は裂傷のかけらの数が多いほど弾の段数が増え、さらに与えるダメージが高くなっていきます。裂傷のかけらはナビアの固有の特性で、結晶反応のかけらを獲得した時に裂傷のかけらを1つスタックします。このかけらは最大で6個まで所持可能です。スタックの数が0で3段数が5の場合と、スタック数が3で3段数が11の場合を比較してみると、攻撃倍率が約2倍近く変わります。全部10の時の11発フルヒットで倍率が全 400%、 これは凄まじい火力ですね。またスタック数が3以上の場合は1つにつきダメージバフが 15%、 最大で 45% までスキルバフがされるので、さらに火力が上がります。スタック数が0の時とスタック数がマックスの時とで実際に見比べてみると、その差は一目瞭然ですね。もう少し詳しく見ていきます。元素スキルは短押しと長押しの2パターンあって、短押しは早打ち、長押しは照準モードに入り手動で狙いをつけて発射ができるようになります。長押しの時は近くの結晶を吸い込むという仕様もあり、結晶を取りに行く手間を省いてスタック数を稼ぐことができます。しかし手動の分外す可能性も高まるので、勝手に補正をつけてくれる単押しでフルヒットを狙いに行く方が良い時もあります。そのあたりは場面に応じて使い分けるようにしましょう。最後にこちらは小技ですが、結晶を取得した後にダッシュをすると列車のかけらのスタックのみ回収することも可能です。しかし DPS を落とす上にスキルの使用回数も消費されるので、正直ね、あまり使いどころはないかもしれません。はい、ということで元素スキルは以上です。続いては元素爆発、晴天をつく三段のタルート。発動すると前方の敵に砲撃をして岩元素の範囲ダメージを与えます。その後、一定時間持続する火力支援を行い、一定時間ごとに近くの敵に岩元素範囲ダメージを与え続けます。この元素爆発は設置型、追従型の攻撃のため、ラビアが控えに行っても敵が離れていても攻撃をし続けてくれます。砲撃一発の倍率はそこまで高くありませんが、1回の元素爆発中に17発も撃ってくれるので、総倍率は天部10の段階で 1320% となかなかの火力を出してくれます。そしてさらに追加効果、この砲撃が敵に命中した時に烈傷のかけらを1個獲得することができます。発動間隔は 2.4 秒ごとに1回発動可能で、1回の元素爆発中に烈傷のかけらを5個分獲得することができます。そのため何をするにも、まず元素爆発を打って他のキャラでバフを重ねた後に再度ナビアに変更して元素スキルで大ダメージを与えるというのが基本の立ち回りになります。元素爆発は以上です。続いて固有添付未知の流通ルート。元素スキルを発動すると発動後の4秒間ナビアの通常攻撃、銃撃、落下攻撃が他の元素に変化しない岩元素ダメージへと変わります。この時それぞれにプラス 40% のダメージバフが追加でつきます。使い方は通常攻撃のところで話しているので割愛させていただきます。続いて固有点部相互連携ネットワーク。チーム内に炎元素、雷元素、氷元素、水元素のキャラクターが1名いるごとにナビアの攻撃力がプラス 20%、 最大2層まで獲得できるので 40% まで重ね掛けすることができます。結晶反応を起こさないといけない関係上、他の元素キャラを採用するのはそもそも必須なので、2層発動はあまり難しくないと思います。この効果は基礎攻撃力の高さもあってめちゃくちゃ絶大ですね。はい、というわけで戦闘添付に関しては以上になります。続いて凸効果を見ていきます。ナビアさんの凸効果は全て破格の性能をしているので、正直全ておすすめしたいところです。1凸効果は元素スキルを発動すると烈傷のかけらを1個消費するごとに元素エネルギーを3ポイント回復し、さらに元素爆発のクールタイムをマイナス1秒します。ナビアを実際に使ってみると60属と少ない元素爆発量ですが、意外と使いたい時に溜まっていない時が結構あって、無凸だと元素チャージ効率を130から140程度盛る必要があります。この1凸効果があるとその分を盛る必要がなくなるので、めちゃくちゃ有用な凸効果になります。続いて2凸目は元素スキルの回収率アップ、そしてさらに火力支援を1回発動します。得られる回収率はかけら1個につきプラス 12%、最大でかけら3個の 36% までアップします。これはスキルダメージの期待値が約 1.25 倍程度になるので破格の性能をしていますね。発動条件もスキルの性能上打つときは3個以上持っている状態になっているので、基本的に自然に発動していることがほとんどです。凸効果の中ではこちらが一番のおすすめ度となっております。ただし通常攻撃、元素爆発は対象外なので、その点は注意したいところです。続いて4凸効果。元素爆発が命中すると岩元素耐性がマイナス 20% されるというものですね。こちらもナビアの全体的な火力アップにつながります。岩元素耐性を下げれるのが今のところ岩元素共鳴や調理先生のシールドくらいしかないため、これはめちゃくちゃ貴重な凸効果になります。最後に貫突効果ですが、これがめちゃくちゃぶっ壊れていますね。別称のかけらが3つ超えているときに元素スキルを発動すると、超えた分1個につき元素スキルの会心ダメージが 45% アップされます。最大で 135% ですね。さらに超えた分の列称のかけらは発動後に変換されるようになっていて、常に3つの状態をキープすることができるようになります。これはカントツに恥じない最強の効果です。ナビアの突入鮮度をまとめると、2凸、3凸、4凸、1凸、3凸、5凸の順になります。凸に関しては以上です。ここからはおすすめの生物を見ていきます。一番のおすすめは用途によって変わっていきます。まずナビアさんをメインアタッカーとして使う場合、一番のおすすめは残響4セットが最適となります。発動条件も元素スキル発動、そして結晶反応の獲得と、ナビアのために作られたと言っても過言ではないほど相性の良い生物となっています。結晶シールドは耐久値が低くすぐに割れてしまいますが、割れた後に効果が切れるまで1秒間猶予があるので、結晶を拾い続ければ効果を持続させることができます。元素スキルのダメージ期待値は劇団4セットやファントムハンターの方が上ではあるんですけれども、パーティーメンバーに縛られない汎用性の高さもあるので、メインアタッカー運用ではこの生物が一番おすすめとなります。続いてナビアを元素スキル特化のサブアタッカーとして使う場合は、黄金の劇団4セットが最適となります。眼鏡と違い結晶シールドに縛られることがないため、立ち回りの自由度はこちらに軍配が上がります。4セット効果の条件の一つがキャラクターが待機中というものがありますが、登場後の2秒間は効果が持続するため、瞬間的に効果力を出せるナビアであれば十分活用することができます。こちらを装備する場合はダメワフが過剰になる時が多いので、杯の位置を攻撃力パーセントにする選択肢も入れる必要があります。続いてはファントムハンター4セットです。こちらはメインアタッカー用として使う場合の選択肢ですね。残響と比較した時にダメージ期待値はなんとこちらの方が上になります。しかも結晶シールドも気にする必要がないところが良い点ですね。しかし現状ではですね、フリーナを入れる必要があるのと、そのフリーナのテンションゲージを上げる用のヒーラーを採用しないといけないため、パーティー編成はほぼ限定されます。またナビアが2凸以上している場合は会心率が過剰になりやすいため、生物の厳選が他に比べ難易度が上がる点は注意が必要です。それ以外では唯一のサポーター型として使う悠久4セットや悠久、剣闘士、黄金の中から2セットを選ぶ選択肢もおすすめとなります。生物のオプションは時計が攻撃力パーセント、杯が岩元素ダメージ、冠が会心セットとなります。生物は以上です。続いてはおすすめの武器を見ていきます。一番のおすすめは祭壇です。会心率を上げることができるモチーフ武器で、ナビアの突破ステータスが会心ダメであることと、武器効果の発動も結晶反応を軸にしていることもあって、とても相性が良いです。しかし現状祭壇の武器はナビア以外で相性の良いキャラがいないため、ナビアで火力を出したい方以外は正直引く必要はないと思っています。続いては狼の末路です。攻撃力上昇に特化した武器で、基礎攻撃力の高いナビアにとってはめちゃくちゃ相性の良い武器となります。武器効果が発動している状況では祭壇と同等、少し下回るくらいの火力を出すことができますが、発動していないと大幅に下回るのは注意したいポイントです。また末路を選んだ場合は会心率につながる効果がなくなるため、会心率の減損が大変になるという点も気をつけたいポイントです。星5を持っていないよということであれば、星4武器の地竜の剣もおすすめです。祭壇と同じく会心率を上げることのできる武器で、余ダメージアップ効果によって星5に匹敵する火力を出すことができます。この武器は火ダメージが上がることが欠点ですが、結晶反応軸で守られていることが多いナビアにとっては、それがあまり気にならなく、とても相性が良いです。武器に関しては以上です。最後にナビアの運用方法についてです。ナビアを活用する場合は主に3つの運用方法があります。元素スキル特化のサブアタッカー型、性能フル活用メインアタッカー型、ダイソン悠久のサポーター型、それぞれ人気のパーティーがこちらになります。それでは一つずつ解説していきたいと思います。まず元素スキル特化のサブアタッカー型、3キャラで構成するパーティーを作って、その中にナビアをピン刺しして使うスタイルです。この編成はいわゆるマーメイドノエルですね。ノエルによる攻撃と回復によってフリーナのテンションを維持しつつ、スキル回し中に発生するニートタイムにナビアのスキルで瞬間的に火力を出す、そんなパーティーとなります。ナビアはフィールドにいる時間が極端に短いので、他キャラの時間を邪魔せず火力だけを押し付けられるのが強みとなります。生物は劇団4セットにするのが多いですが、フリーナとイエランの育成が進んでいる場合はナビアに有給を持たせる方が総火力が伸びます。どちらにするかは自分の育成状況によって変えるようにしましょう。続いてはメインアタッカー型です。固有天賦1の岩元素付着効果を利用して、元素スキルと通常天賦でダメージを出していくスタイルです。サブアタッカー型に比べると元素スキルのダメージは落ちますが、固有天賦のダメバフ 40%、そしてフリーナと関運のバフを上乗せすると、落下攻撃で非常に高いダメージを出せるので、その分を埋めることができます。また、落下攻撃の付着は通常攻撃と元素スキルとは別軸で付着が可能であるため、結晶反応が起こしやすいというのも良いところです。この編成では、フリーナと関運の爆発に大きく依存しているため、この2人の元素爆発がしっかり回るように元素チャージ効率を調整する必要があります。しおりさんの位置は自由枠で、固有天賦の効果を発動させるために、水、雷、炎、氷キャラから選んでもいいですし、岩元素共鳴用に岩キャラを入れるのもありです。最後にダイソン UQ のサポート型です。スキル長押しで結晶を回収することによって UQ4 セットの破格のバフ効果をチームに配るスタイルとなります。結晶の生成は元素爆発に託すことが多く、メインアタッカーに切り替える直前にダイソン並みの吸引で結晶を回収し、味方にバフを配ります。この編成では結晶反応のおかげでヌビレットの樹液が中断されにくくなりますし、反応自体も水しか起こらないので有給のバフを安定して配れます。ぜひ試してみてください。はい、というわけでナビアの性能を解説していきました。間違いなく原神キャラの中でもトップクラスの火力を誇るキャラです。この機会にぜひとも検討してみてはいかがでしょうか。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。